あなたは努力なしで痩せる方法があることをご存知ですか？今からお伝えしていきますね。あなたはこんなことありませんか？こう食事のこう準備をしている間にこうついついつまみ食いがこう止まらずに食べ過ぎてしまったとかですね、またこういい香りがするパン屋さんの前を通るたびにこうお腹がもう空いてもないのにこうついついこう買って菓子パンとかですね食べてしまってとかですね、いやわかります。以前の私もそうでした。もう朝昼晩パンを食べたりですね、こうついついこう食べ出すとこう止まらないんですよね。もう食事を我慢してでも代わりにお菓子をまあ食べてしまっていたりとかですね、その気持ちよくわかります。ただそのついついその食べてしまうとその心理の裏側には実はストレスがとても影響しているんですね。でそこでこの動画をご覧いただきますと、その幸せ痩せホルモンを味方につけて結果心の安定とこう暴走してしまう食欲を抑えることができるんです。その方法をお伝えしていきますね。まずこちらセロトニンというホルモンをやはりしっかり分泌させることが鍵なんです。その方法です。3つあります。1つ目、簡単です。朝日を浴びてくださいということですね。朝日を浴びるだけでこのセロトニンというホルモンがですね、活性化してこう分泌されやすくなるんですね。もうこれ簡単ですよね。もう今すぐできると思います。では2つ目、腸内環境を整えましょうということです。これはなぜかと言いますと、このセロトニンというホルモンのその作られている場所はなんと全体の9割、 90% が腸、腸管で作られているからなんですね。ですから逆に言いますと、この腸内環境が悪い方というのはセロトニンがうまく分泌されずにひどくなるとこ うつ病とかですね、こう心の安定も悪くなっていつもイライラしてたり、以前の私もそうだったんですけども、もう訳もなく涙が出たりですね、イラッと怒ったり、こういうことが起こりやすいと言われてるんですね。ですからまずはこの腸内環境を整えてあげることがとっても大切なんです。でそこで私微腸活の専門家ですけども、毎回このお話ねさせていただいてるんですけれども、やはり腸が喜ぶ食べ物を取ってあげる必要があるんですね。そしてお掃除できるものです。で基本的にはこちら、孫は優しいの食材、豆類、ごま、わかめ、野菜、魚、しいたけ、芋類などですね、こういったのをやはりしっかりベースで、和食ですよね、中心で取りましょう。そしてこの腸内、細菌、痩せ菌ですね、善玉菌が喜ぶ食べ物が4つです。1、発酵食品ですよね、ぬか漬けであったり味噌汁、あとは納豆ですとか、ヨーグルトですよね。で2つ目、水溶性食物繊維、これはもう海藻です。わかめであったりオクラとか、ネバネバ食品ですね。で3つ目はオリゴ糖です。オリゴ糖はですね、玉ねぎですとか蜂蜜に多く含まれています。4つ目、 EPA DHA、 これは青魚、お魚ですよね、お魚とか、あとアマニ油というオイルにも多く含まれているんですよ。なので以上の食材をしっかりとってあげて、まずは痩せ菌といわれるその善玉菌を増やして、その善玉菌が食べる餌を増やしてあげて活性化していってあげるということが大事なんです。では次ですね、3つ目、セロトニンの そもそもこのセロトニンというホルモンの材料となる食べ物を食べてあげることがポイントなんです。でここで、こちらですね、セロトニンの材料となる食べ物は主に5つです。タンパク質、ビタミン B6、鉄分、カルシウム、マグネシウムですね。でこういったのはもう皆様、タンパク質分かりますね。肉、魚、卵、納豆、豆乳とか、タンパク質製品ですね。あとビタミン B6 は玄米、キムチ、バナナが多いです。で鉄分は実は納豆、卵、キノコにも含まれているんですよね。で4、カルシウムは豆乳とか乳製品。あと5、マグネシウムは天然水にも、硬水ですね、入ってますし、自然塩、岩塩とかですね、ミネラルがこう残ったお塩にも含まれていますから、こういったのを積極的に摂るだけでセロトニンがどんどん分泌されて、あなたのその心の安定、精神的な安定での、食欲をこう抑えてくれる作用も
セットでついてきますから、セットでですね。ですからこういった食材をしっかりと、まあ、あの日頃の食材にどれが入ってるかなってこうチェックしながら毎回お献立考えてみてくださいね。でまたこの、 あのセロトニンの材料となる食べ物をあの使ったあのメニュー、私が食べてるメニューをあの別の動画でご紹介しております。あのこちらの詳細のリンクにその動画の、 あの内容ですね貼っておきますので、この動画をご覧いただいた後にぜひこの動画もご覧ください。タイトルはですね、食べて痩せる5つの方法という動画です。リンク貼っておきますので、ぜひこの動画もご覧くださいね。お写真付き、解説付きで、お話お伝えしております。さあいかがだったでしょうか。いかにこのセロトニンというホルモンを分泌させることがあなたの日頃の心の、まあ、幸せ幸福度ですね、幸せって感じるあの要になっているかっていうことと、プラスその暴走する食欲をいかにセロトニンがですねダメよってあの抑えてくれるかというこのポイントになりますから、あなたは、ぜひこのセロトニンというホルモンを味方につけて、努力なしでですね、もうきつい食事制限とかきつい運動とかそういった努力はなしで、もうただこの3つだけ、さんさんと朝日を浴び、腸内環境を喜ぶ食材を食べて、プラスその中でもそのセロトニンの材料となるものをしっかり食べてあげること、これだけで十分です。さあいかがだったでしょうか。このお話ご自身とそして大切な方にどんどんシェアして差し上げてくださいね。そして役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。